人工知能や IoT、ビッグデータは人や製品を今までにない形でつなげていきます。そこに新たな価値が生まれ、これまで解決できなかった問題を解決できるようになります。このソサエティ 5.0 を世界に先駆けて実現してまいります。日本の強みはものづくりの力、豊富なデータ、そして少子高齢化がもたらした問題解決のニーズがあるということであります。このような強みを生かせる、分野に政策支援を集中投下してまいります。イノベーションはスピードが勝負です。新しい技術を想定していない制度があると試行錯誤の機会がなく、安全性などを証明するデータがない、データがなければ制度を変えられないという鶏卵の状態になります。これでは世界から取り残されてしまいます。そこで参加者や機関を限定し、試行錯誤を認める、つまりまずはやってみる、これは政府側で言えばですね、関西風に言えばやってみなはれというですね日本版レギュラトリーサンドボックス、これ長いんでこれからサンドボックスと略したいと思いますがサンドボックスの枠組みのご提言をいただきました。イノベーションの成果をいち早く社会に取り込めるよう新しい枠組みを創設します。技術が変わると人材に求められるスキルも変わります。人工知能やロボットによって従来型の仕事が減ったとしても、これらの技術を使いこなす企業は質の高い新たな雇用を生み出すことでしょう。人々が生涯にあたって IT を使いこなす力を更新できるよう、個人の学び直しの機会支援を充実させてまいります。文系理系を問わずデータサイエンス教育を実施する、学科の縦割りを超えた工学教育を広めるなど、大学教育を新たな時代のニーズに合ったものにしてまいります。公的資産の民間開放については、空港、道路の成功事例をスポーツ、文化施設やクルーズ施設など他の有望分野に広げ、本格的に展開するため政府横断的な体制で進めていきます。未来投資会議では昨年9月からソサエティ 5.0 の構築に向けたさまざまな議題について議論してまいりました。石原大臣を中心に関係大臣、新しい成長戦略の策定に向けて検討を加速していただきたいと思います。ありがとうございました。フルーツの皆さん。